韓国俳優ナムブンミンが主演したドラマストーブリーグが日本でリメイクされることが決まった。 NTT ドコモスタジオ&ライブと韓国の地上波放送局 SBS メディアグループのスタジオ S が日本版制作で合意し、29日にソウルで開催された BCWW2024 内で調印式が行われた。同作は野球未経験のゼネラルマネージャーが万年最下位のプロ野球チームドリームズの立て直しに挑む、プレーオフ中の球団運営チームの奮闘を描いたヒューマンドラマ。2019年に SBS での放送当時、韓国では野球好きはもちろん様々な困難を打破していく爽快なストーリーで、老若男女問わず話題となり、最高視聴率 20.8% を記録。同年の100総芸術大賞のテレビ部門ドラマ作品賞を受賞した。